ジャック・ゼリグ。ジャック・ゼリグは、ニューヨークのユダヤ系ギャング、イーストマンズのボス、ローアーイーストサイド生まれ。地元の窃盗団クレイジー・ブッチで、すり稼業をしていたが、1890年代後半、イーストマンズのメンバーとなると急速に頭角を現し、1908年、マックス・ツベルバッハの後を継いで、ボスとなった。副ボスにジャック・シュロッことチック・トリッカーを据え75人のメンバーを率いた。1911年強盗で捕まり、同年出所すると、ボスの座を狙うシロッコとトリッカーの策謀をメンバーの密告で知らされ、刺客ジュリー・モレルを返り討ちにした。1912年裁判所を出るとき、5ポインツ一味のルイス・ピオジに首を打たれたが、奇跡的に助かった。当時、NYPD の汚職警部補、チャールズ・ベッカーの下請け屋として、闇賭博の上がりの取り立てをしていた。上がり金の納付を拒否した反抗的な賭博や、ハーマン・ローゼンタールの暗殺を依頼されると、イーストマンズの末端ギャング団レノックス・アベニューギャングの一味と共に、白昼、高級ホテルの前で暗殺した。ショッキングな事件として、全米中に新聞を見出しで伝えられ、ゼリグ一味は一斉に検挙されたが、事件の背後を疑われた、ベッカー警部補も逮捕された。1912年10月5日、事件の公判の前日、路面電車に乗るところを無名ガンマンに殺された。ゼリグの証言を恐れたベッカーが黒幕とされた。ありがとうございます。